はい。皆さん、こんにちは。今日はなんとなんと、顔出しから始まりました。関西人のおじさんです。孫町ミュージックスタジオ。これ、スタジオの中なんですが、もうミュージックスタジオというのは終わっております。こんな感じでですね、機械だらけになっています。それもですね、映像の機器も、そして音楽のこんなコントローラーも、 一色単になってですね、一台目、二台目のスイッチャー、三台目のスイッチャーもありまして、あまりにも狭いので、ミキサーはこんな小さなおもちゃのようなミキサーです。もちろん32チャンネルの大きなミキサーなんかも持ってるんですけれども、何せ狭くて狭くてですね、 ここではこの機械を映すための俯瞰カメラ、昭和カメラがこのように鎮打しております。そしてですね、また小さな配信用モニターというのがここにあるわけです。こんなシステムの割には安い中古のですね、3、4万で買ったノートパソコンですね、こんなので動かしています。とても早いとは 言い難いようなノートパソコンです。そしてそしてそこからですがメインのモニターはこんな感じで2台ありましてそして編集用のスピードエディターこれはダビンチリゾルブ用です最近はタバコはあまり吸っていませんこれだいぶに火が立った灰皿です右の方に回っていくとこれが 最近買った iPad Pro ですね。ここでもダヴィンチリゾルブを使っています。小さすぎるので、そしてペンで操作するのは、こんな風に寝かせて使う方が使いやすいですので、寝かすとまた見にくいので、その上に大きなモニターで見やすくしています。こちらの方にはコンデンサーマイクとか、こんな上にですね、 もう今やあまり使わないスペシャルなマイクがあります。真空管コンデンサーマイクで10万円以上しました。そしてちょっとアイデアですね。ここがこんなに狭くですね、iPad 用のトラックパッドも外付けでこんな風に付けていますので、もう狭くて狭くてしょうがないから、100円ショップセリアでですね、こんな感じに ラックを作りました。数百円で作れます。なぜこのラックを買ってきたかというと、狭いからですね、このビデオキャプチャーボード、これをここに取り付けて、なおかつハブも取り付けるためです。はい。今、いいところばかり映しましたが、この裏にはどうにもできないぐらいあって、またもう一台ミニミキサーがこんなところで 診断してるというような状況です。マイク何本あるんだということですけれども、いろんなところから撮ったりします。なんか長い話なんですが、実はこれが今日の話ではありません。今日の話はですね、この上に俯瞰カメラがあるんですよね。そこからずーっと通って、 こちらの方にですね、つなぎたい HDMI ケーブルですね。それがなかなか品質よくいかないで、つながったりつながらなかったりするわけです。はい。こっからここまでの間、まあ、通る場所もありますので、だいたい4、5メーターぐらいは欲しいわけです。それをですね、じゅーんとここで少し赤いケーブルです。 タグってはおるもののですね、5メーターのケーブルを買おうとしたんです。それが少しいいケーブルを買おうとしたんですね。はい。HDMI8K なんですけれども、これですね、光ファイバーケーブルなんです。後ろを見ますと、こちらにソースと書いてありますね。光ファイバーのケーブルは方向性がありまして、 こちらからスイッチャーに送りますので、こちらは必ずソースでないといけなくって、こちらですね、このようにディスプレイという風うに書いてありますね。このように必ず方向性があります。そして、なんと今日話したかったのは、これではありません。まだ違うんかよという話なんですが、そうなんです。価格なんです。 アマゾンで買いました。今までこういう光ファイバーケーブルのアクティブタイプといえば5メーターも買うとですね、1万円ぐらいいったんです。去年ぐらいでそのぐらいいりました。その時はですね、外で使いたいので光ファイバーじゃなくってプラスチックファイバーの20メーターぐらいのケーブルを探すのにとっても苦労して探しました。 安くても1万円ぐらいしました。もう日本中、世界中、いや、そこまで大げさじゃないんですけど、日本中探しましたけれども、そのぐらいの価格だったのに、今日の5メーターケーブル、これはですね、アマドンで1999円。今、撮影した時と割引率とかがちょっと違うかもわかりませんけれども、 僕は1999円で購入しました皆さんにちゃんとご紹介する前に自分が先ほどのようにつないでですね品質よく映るかというのが気になったのでまず自分が実験してからご紹介することにしましたどのぐらいうまく映っているかこれからお見せしますはいこのように4つのチャンネルが いますこのところですね。そしてこれが3番目にこの HDMI ケーブルのソースが入ってきています。そしてこれがチャンネルを選んだ部分です。こんな感じに映っています。実際の映りを OBS で見ていただきましょう。はい。言わずと知れた OBS です。OBS に取り込んでいます。 ここからってどこからこの OC のストリームデック。これのですね、USB 端子からずっとこちらの方のパソコンの画面に映すようにしています。こんな感じです。はい。かなり寄ってみました。このように映っています。今映しているのはこんなような画面です。 実際のものはこういうものです。これがぐーっとここのカメラを通じて HDMI に来てそこから USB を通って映ってますという感じです。ケーブルが長くてもとっても品質よく映りました。今日は HDMI の1999円の5メーターケーブル。それも光ファイバーのアクティブケーブルがとっても安くて良かったという説明のために長い動画を撮ってしまいました。最後に一応こんな風にしてますけどミュージシャンなんで最後にミディキーボードを映して終わりたいと思います。 このように一応ミュージシャンをしています。まったねー。